カラフルでポップな反物。柄はレトロでチャーミング。魚に、スズメに、ウニ？あれウニに見えてますけど、はい、カラマツバっていう柄なんです。カラマツバは長寿を表す吉祥紋、型友禅で染められています。今回の主人公山本恵子さんは染め職人。彼女の仕事場は中京区壬生にあります。京都造形大学大学院で染色を学んだ後、2009年に結婚。以来、夫博康さんの実家である山本染工場で染め職人として腕を磨いてきました。山本染工場は昭和5年に創業。映画テレビの舞台衣装や祭り装束を専門に染める型友禅の工房です。1953年公開の映画雨月物語や座頭市シリーズから朝の連続テレビ小説まで、さまざまな時代劇を手掛けてきました。2階には工房の財産とも言うべきあるものが保管されています。型紙になっています。いろいろ区分してあって置いてあります。全体で10万枚以上はあるんじゃないかって言われます。この辺りイガスリって言って坊ちゃんとかっていうイメージで考えていただくと分かりやすいかなと思います。あとは任侠映画とかを特にしたので、なんとかグミとかなんとか一家っていう反転の L 字になります。友禅染めは多くの工程が分業になっていますが、ここでは染料の調合からデザイン、染め上がりまで一通り行っています。試し染め、糊に染料を混ぜ合わせた色糊を10分ほど蒸らし、染め上がりの色合いを調べます。色見本と照らし合わせ、求める色になるまで何度も繰り返します。写し友禅、生地に型紙をあてがい、駒べらで色塗りを伸ばして染めます。粒子の細かいおがくず、引き粉をまぶして表面を保護。型友禅は色の数だけ型紙が必要です。多い時には一旦で100枚以上を使うことも。色が混じることはありません。ぼかし、丸いハケで擦り込むように濃淡をつけていきます。擦り友禅とも呼ばれる高度な技法。一般的に京友禅は外側に向かってぼかし、加賀友禅は内側にぼかすとされていますが、山本染工場ではどちらの技法も取り入れています。世界遺産、富山県藍の倉合掌造り集落の春祭り。恵子さんは獅子取り役の子供たちの愛くるしさが引き立つような装束をデザインしました。この衣装を何十年使ってましたけど、その柄を再現してほしいわけではないです。でもこんなようなのがいいですっていうご要望なんですよね。
まあ、任せていただいてるっていうのが面白いです。テレビだったら時代背景と周りの設定を全部教えてもらって、じゃあうちにある柄でこの柄とこの柄を組み合わせてこんな技法でここはぼかしを入れてこんな色でとかっていうのは全部ここで考えて染めるんですよね。御所車や金彩をあしらった華やかな子供たちの衣装、前から見ても後ろから見ても模様が必ず上を向くように工夫しました。オリジナルで自分のところで抱えてる柄ですね、型紙とかその文様そのものがやっぱり衣装ならではなのですごく魅力的やなっていうのをなんかずっと思ってて、でそんな中でも全く発信をしていなかったのでもったいないなっていう気持ちと、なんかもうちょっと違う形でこの面白さを表せないかなっていうのをずっとゆっくり思ってて、10万枚の型紙とノウハウがもったいない、恵子さんは満を持してアクションを起こします。山本染工場の染職人、山本恵子さん。2016年春、工房にある10万枚の型紙と型友禅の技法を生かしたオリジナルブランドを立ち上げます。狙いは普段使いのテキスタイル。コストを抑えるために手間と時間のかかるぼかしは用いず、写し友禅で染め付けます。自分の感性に従い型紙を即興で置いていきます。そして色を重ねます。型友禅の世界ではタブーとされることも恵子さんは厭いません。型紙が30センチの幅やったとしても、反物になった時にその30センチの切れ目がわからないように染めるのが柄なんですけど、私はその30センチの型紙を繰り返さずにランダムに置いたりとか、だからデタラメに置いたりとか、かすれさしたりとか、はみ出さしたりとか、にじみを作ったりとか、染めなんて言われるようなものとかをデザインの一部としてわざと作ったりします。手仕事の後をどうやって残すかっていうテーマの一つの、答えでもあります。もったいないがきっかけで誕生したテキスタイルブランドケイコロール。伝統工芸の手触り感を残し、弾けるような色彩で染め上げています。反物だけではなく手ぬぐいやポーチ、あずま袋やトートバッグなど、ラインナップはカジュアル感を前面に押し出しています。こちらはアパレルメーカーとのコラボ商品。架空の花街を設定し、登場人物の舞台衣装を制作するかのような思いで手ぬぐいを作りました。色って使えば使うほど汚くなったりとか、重ねれば重ねるほど汚くなるのが絶対なんですけど、それをまとめるのが得意なんです。それ昔からなんですけど、私は20色絵の具があったら20色全部使いたいんで。色の力はすごいと思っていて、私は
例えばカバンの中にケイコロールのポーチがちらっと見えたら、その瞬間ぐっと気持ちが上がったりとか、キッチンでしんどい家事しながらも手を拭く手ぬぐいがケイコロールやったりとかで、ちょっとだけ元気になったりとか、そういうあの役割を持たせてもらえたら嬉しいなと思っています。山本線工場は壬生寺の裏手にあります。染職人山本恵子さん、時代劇の衣装とカジュアルなテキスタイル、昔と今とを行き交いながら、みんなの心が晴れやかに染まるものづくりを目指しています。